本日は5月の23日ですね、早朝5時から川越名人が出陣大味を、ともともと出陣しました。前回6匹の30センチの大味を4匹釣ったんですが、今回ですねほぼ3時間で大味が3匹ですね。これ、真ん中のやつが30センチありました。それから本日のこのメインディッシュじゃないわ、このカサゴがですね結構ねいい、まあ、中カサゴですが4つ、それから九千ベラが3つ、ベラが1つですね。せっかく今入れたから往年の小壺沖のですね釣りも今やベストタイムに入ってまいりました。これはまだいいな。今日はどういう感じだったんですか。今日はどういう感じでしたか。今日はもう波がないから、はい、あとは昔やったようなサビキでやったけど、あの小マセが少なかったんで、うん、あんまり巻かなかったら途中からもう群れが、群れっていうよりも魚がいなくなって、うんうん、もう少し攻め方を集中的にやればもうちょっと群れがね、うんうん、群れっていうより、うん、まだ群れはいる感じだよね、うん、だけど数はいない。数はいない。そう、数はいない。ということはこの一時に集めて勝負するしかない。そうそう、一気にドーンとやらないと、うん、今回もコマセ小さいから、うん、もう本当30分ぐらいでもうほとんどなくなるぐらいさ、うん、割と贅沢に使ってるんだけども、まあ先週の場合はあの波がでかかったからね、うん、パパパイこれだよね。結局さ、最初から来ましたか。前回の場合はもう最後にどこかから、最初から来たんだ。最初からずっと来た。ということはやはり、水温もだいぶねこう暖かくなって、それでこのサビキの底ですか、中層ですか。もう中層だね。中層ででそこに持っていくとカサゴが来る。このカサゴの場合もサビキで餌とか、これはサビキじゃない、これは全部キス用。あ、キス用に来た。これ全部、これは全部キス。キス仕掛けに。これサビキはこの3匹だけ。あ、そうか。あとは全部キスだもん。ほう。キス仕掛けなの。こんなのしかし、4匹がいっぺんにね、カサゴが釣れたというのも、珍しいね。そうですか。じゃあ、岩井染めにのキス仕掛けで、キスは1匹も来なかった。来なかった、全然。どうやっかね。くすいないな。まあちょうどで連休明けか、連休明けからか、連休明けからが、鎌倉沖小坪沖ではベストシーズンに入ります。そして普通はキスなんですが、今年はいきなりこの大味くんが、うん、大活躍で、これが相当湧いてるのかね。いやそんな数はいないと思う。数はいないと思 う, いないと思 う, うん。ただこのカサゴの方は多いよね。まあカサゴ多いとは聞いてたけど、うん、特別に多いというよりも、うん、結局キスの代わりに来てるようなとこあるよねこれ。あ、そう。そんな感じするもん。へえ、うん、いやこの川越名人の2連発、これは大味2連発ちょっとね、あの、うん、いい形だもん。いいこれはね、うん、マアジだからね、刺身にしたら最高だよ、うん、前回最高にもあったよ。ただ久しぶりに、うん、これとね、これはね、同類だと思う。だからこれ頭切ってね、殻、うん、が上がったらさ、うん、頭全部切っちゃう。モラアジじゃないな、うん、ムロじゃない、うん、ムロじゃない、ムロじゃないと思うよ、みんな。マアジなんじゃない、うん、これはね、もう完全にあの油乗ってね、油乗ってるやつだし。それともう一つ注目点はこの九千ベラでね、九千ベラが結構小坪沖、鎌倉沖では、多くはいてまして、これがね、あの白身の魚で、非常に美味しい魚です。関西では非常に推奨されてますが、せっかくだから、関東ではほとんどね、まあ、捨てられるという感じですね。以上、本日の川越名人に対して感謝、リスペクトですね。甘じょ。いや